自分の人生の目的というのなんですけども、この今日はですね、魂につながるというふうなことをするんですけども、魂の結果の段階に戻り今世の目的を知ると。で、魂は肉体を持つ前にこの肉体でどのようなことをするかあらかじめ決めていると。それが運命なんですよと。で、運命っていうのはこのように一本道のように限定されたものじゃなくてですね、この樹木の枝葉のようにたくさんの選択肢の集まりであると。で、魂は前世をも含め他の多くの魂との間で今世どのようにつながりを持つか綿密に計画してきていると。で、そういうふうな人生のこういうのをパン人生のパノラマって呼んでるんですけども、この人生のパノラマの中でですね、自分のですね、この、人生の幹線道路というのがあって、で、その幹線道路というのを通っていくのが一番うまくいくんですけども、これまで、魂がですね、あるとしたとしたらですね、この魂が、輪廻転生をしていくというふうなことで、人間の体の中に入って輪廻転生を始めてもう600万年人類が二足歩行してから600万年するんで、600万年間ずっと輪廻転生をし続けてきていると。それからまた、いろんなの学者さんが言うにはですね、あと600万年したら、肉体がですね、その人類というふうなものが滅びると。ですから新しい、また、のに変わっていくわけなんですけども、まあ、600万年したらですね、地球の状態がどうなんだろうかというのも非常にですね、危ぶまれるところなんですけども、それなんでですね、この1200万年の間、とりあえず人間としてですね、魂が輪廻転生していく、ちょうど今が真ん中。で、それなんでですね、魂というのは、もうこの、この人生の目的とはですね、こういうのを立てて、それを実行するのにですね、もう大ベテランになっていると。で、その大ベテランになっているこの魂が、この私たちの肉体でやりたいというふうなことがこんなたくさんありましてですね。で、この中で、例えばこっちが、ものすごく幸せでこっちがものすごく不幸とかしたらですね、このものすごく幸せの方向にですね、私たちが進んでいったとしても、魂が決めた、この人生のパノラマなんでですね、こっちの方を取っていってもいいですね。なんか私たちはなんか楽しいことばかりっていうとなんかだらけだんだんダメな人間になってしまうんじゃないかというふうなんですけども、結局こういうふうな魂が決めた人生の感染人生のですね、この、何ですか、こう運命とかっていうふうなものの中だからかったらどこを取っていっても成長ができるわけですね。ですから苦労の連続じゃあなんか肉体が持たないし、楽しいことの連続だとなんかに自分がダメになっちゃうんじゃないかと思うと、そしたらその中で、この魂がですね、今の自分が一番この道を通ったら、魂としてですね、学びが多くできたというふうなのを人生の幹線道路っていうふうに言うんですけども、この人生の幹線道路っていうのを見つけてですね、そのものすごくこの肉体で有意義な人生をですね、生きていこうと、そういうのことをですね、今日はですね、見出していこうということをします。